はい、いつもありがとうございます。タカです。今回なんですけども、今回ね、毎月恒例でやらせてもらっている4月のバス3攻略法考え方について徹底解説していこうかなと思います。まあ、結構ね、今年のこの時期って例年通りにはいかない感じだなというのはちょっと感じているので、まあ、そのあたりも踏まえてね、2021年、今現在の状況を踏まえてちょっと解説していこうかなと思います。まあ、現在ね、全国的にこう、梅雨に入ってる状況だと思います。結構ね、今年梅雨で早かったですよね。6月の頭ぐらい、ちょっと期間忘れたんですけど、もう梅雨入りかよみたいな感じでしたよね。ただね、梅雨なのにね、もう空梅雨なんですよね。雨がちょっと降らないので、状況がね、把握しづらいんですよね。まあ、例年であればね、こう雨が降ることで、どのフィールドでも水が動いて、こう、魚が活性が上がったりとか、まあ、例えば濁りがドッと入ったりとかして、騙しやすくなったりとかね、する感じなんですけれども、その辺がすごい、ものすごく曖昧な感じなんですよね。だからこそこの時期に入って急に釣れなくなったとか、いい魚が釣れなくなったとかね、まあ、そういう状況に陥っているとか見失っている人も多いと思います。まあ、今回の動画を見ていただければそんな状況がね、つかめない4月のバス釣り、特に2021年ですね、何か超からね、つながるヒントを得られるような内容になっているかなと思います。バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方とか新製品や、まあ、今回のようなね、季節の月齢ごとのバス釣りについてなど、バス釣り関係の動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。では早速ね、本題に入っていきましょう。もちろんね、地域差はかなりあると思うので、早い遅いはあると思います。最近やっぱりね、ちょっと動画始めたりとかして、いろんな人のね、情報とかいろいろいただいたりとかね、こちらから聞かせていただいたりした場合、やっぱり結構ね、やっぱ季節の進行具合って本当に全国的に比べてもその場所場所でも違うし、例えば九州方面はちょっと早かったりとか、今中四国だったらその遅れてくるとかね、でその中四国の中でも、北とか南とかでもだいぶ変わってきたりとかね、するので、まあ、その辺ね、ざっと見ていただければいいかなと思います。なので、ね、過去に投稿した6月のバス釣りとかね、5月のバス釣りの動画っていうのも概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらを見ていただけると大体こうイメージしやすいかなと思います。なので、こう行ってみた時に今回の動画を見て、まあ、7月っぽいなと思って見てたけど、実は6月だったとか、いや、もっと前の5月だったとか、そういうパターンもあるので、はい、ぜひ参考にしてみてください。ぜひですね、皆さんのね、地域の状況などをね、コメントいただけると嬉しいです。まあ、僕もすごい勉強になるし、他の方もね、あ、この人自分の家の近くというか、自分のね、通ってるフィールドの近くだなって人もちょっとなんとなく把握できると思うので、もしよろしければよろしくお願いします。まあ、今回もね、いくつかの項目に分けて解説していこうかなと思います。一つ目、梅雨による状況の変化。二つ目、魚のポジションの変化。三つ目、狙うべきポイント。四つ目、ルアーのアクション。この四つの項目で解説していこうかなと思います。まあ、一ね、梅雨による状況変化ってところですね。まあ、今の現状としては、アフター、回復系の動き出している印象にあります。全体的に産卵というのは終わりって、で、アフター回復系が多くなってきてるって感じですね。まあ、梅雨なのにね、こう雨が降らないことで、魚の動きとかね、ポジションがよくわからないし、回復しようにも魚が活性が下がって、フィールドによってはね、こう、右往左往してるというか、右往左往ができないような状況だったりするのかなと思います。ただね、ここからこうまとまった雨が降りますし、で、実際ね、今この撮ってる時が、今7月の頭なんですけれども、その前日ぐらいにね、すごいあったかい雨が降ってて、で、その時すごい釣果良かった人が多かったりとか、あと琵琶湖とかもすごいなんか安定したみたいなちょっと噂も聞くので、まあ、そういうね、雨が降ると非常に恵まれる、活性も上がるんじゃないかなと思います。で、アフターにね、回復に向かっている個体や、もうすでに回復していっている個体などがどんどん増えてくるかなと思います。さらにですけど。なのでね、こう状況がどんどん変化していくので、今まで釣れていたパターンとか、ルアーセレクトがね、通用しなくなる状況がなるかもしれません。今現段階でしっかり釣られている方とかもそうですけど。もちろんね、どのシーズンでもね、言えることなんですが、今年はね、この時期は特にこの状況変化をどう捉えていくのかのが結構鍵を握るかなと感じています。なので、1週間の天気を見ていただくっていうのも結構ポイントかなと思います。天候やフィールドの状況を踏まえて、安定するとき、もしくは暖かい梅雨っぽい雨が降るタイミングっていうのは狙っていくのが一番、まあ釣果には恵まれやすいというか、一番ね、ざっくりね、どうしてもこの時期で、例えば今ね、帰ってるけど、いろんなこうスポットがあるところで、いろんなところの魚がつきやすくなってくるんですよね。なのでそういうところに対して、やっぱ高活性の場面だと、やっぱり高確率に当てやすいし、魚も寄ってきやすいってパターンがあるので、ぜひ一匹取りたいという場合は、そういう時を狙っていった方がいいかなと、個人的には思います。でね、梅雨が明けてしまうと、結局ね、もう夏のパターンに移行してしまうので、それまでの間は特に状況変化っていうのはどう把握するかで鍵が握ります。まあ、例えばこう、今絵があるけど、ここでね、これ今インレットをイメージしてるんですけど、流れ込みが出るとか、インレットがいて巻いてるところがあるとか、まあ、水の動きっていうのはやっぱ結構重要ですよね。で、水位が下がったりとか、で、特にこの雨がドッと降る前って、ため池だったりとかすると、水位下げたりとか、川でもそうですよね。放水したりとかする。ダムもそうですけど、放水してガンって水が下がると、その水が下がることで魚はどうなるのかってところですよね。なんでこう水が動いていないとか、活性が低めとなるような状況なら、フィーディングの時間とか、朝まで夕まで、夕まを中心に魚の動きやすい時間帯を狙っていくのが妥当かなと思います。
まあ、個人的にはやっぱ消去法でね進めていくのがいいかなと思います。このパターンで行ったけどダメだとか、この場所で行ったけどダメだって、どんどん切り捨てていって絞り込んでいくっていうのがまあいいと思います。それがねやっぱそのやっぱり一日かけてがっつりできるっていうのもなかなか難しいと思うので、そういう時はやっぱそのフィーディングとかいいところを絞っていくのが、まあこの時期としてはありかなと思います。続いて、ね、魚のポジションの変化ですね。今までねこうスポーニング絡みの魚が多かった状況で、アフタースポーニングの魚たちも極めてねスポーニングエリア周辺にね、まあ、そのもしくはその付近をね活動していました。まあ、今ここで言うと例えばシャロー気味のね、こういうハードボトム、まあ、もちろん沖のねハードボトムをスポーニングするとは言われてるんですけど、まあ、こういうところね周辺ですよね、こういたんですけれども、これがねやっぱりそのどんどん季節が進んでいって、でこれがね今この雨が降らないことでなんかよくわからない感じにこうなってたんですよね。月場も活性下がってかつ動きがよくわからないっていう状況になってたんですけど、これがどんどんねもう少し取った雨が降ったりするとこの感じからどんどんこれ動いていくんですよね。なので今までねこうシャロー中心のねエリアカバーとかこういうね場所で釣れてたっていう人は結構ね急に釣れなくなったっていうのは魚のポジションが変化している可能性があります。まあ沖のストラクチャーについてたりとかね、そういうこと結構このパターン多いです。もちろん減衰ガンってした時にはシャローに入れなくなってそれがどんどん沖のねストラクチャーについたりとかいう可能性もありますし、逆もあるんですけどね、逆に増水でこうシャロー上がってくるってパターンもあるけど、基本的にその沖に落ちてるってパターンも結構あります。こういうねボトムじゃなくても沖に浮いてたりとかねいうことがあるので、今ねシャローで結構シャローゲームおかっぱりとかとかそうですけど、シャローゲーム狙ってたなって人はもっとねその沖側をねちょっと沖側の何かしらストラクチャーに対してしっかりこう打ち込んでいくというか探っていくみたいな、まあフリーリグだったりとかキャロとかねそういうのを使っていって探っていくのも結構手かなと思います。まあそういうところでねこうステイしていたり回遊していたりとかね、まあ今までこう狙ってたポイントに対して全然反応がないなと思えば、もう少しねこう離れた場所を狙ってみるっていうのも結構この時期から重要になってくるかなと思います。なのでね、こう今までのポジションと魚の位置は変化する時期なので、そのあたりをね、頭に入れて戦略を考えていくと、魚にたどり着ける可能性は高くなるかなと思います。で、3つ目ですね。3つ目、狙うべきポイント。まあ、続いて狙うべきポイントですね。これ状況変化を捉えていきながら狙っていく場所ですが、その時々でフィールドは大きく変化していきます。まあ、例えばね、天候やね、状況的にも安定したり、水がしっかり動いているのであれば、シャローカバー。とかインレット絡みですね、ポイントっていうのも厚くなります。もちろんねさっき言ったのはその沖にねどんどん逃げていくけど、そういうね状況変化でしっかりシャロー餌を取りに来ているってことがあればこういうところ狙えるし、例えばこれ今ちょっと池のね全体図を考えてるんですけど、まあすごい流れ込みだったりとかあってよれてるところで回遊して待ってるやつとか、逆にね夏にどんどん進んでいくとこのね魚に対して流れについてるとかねいうパターンもあります。で逆に言えばこういうねあの水が動かない場所、動きにくい場所っていうのは逆に結構デッドポイントだったりすることもあるんですけども、これね一概には難しいんですよね。結構こう散りやすくなる時期でもあるので、意外とこういうところに魚いたりするけどコンディションが悪かったりとか、逆にねそこが何かしらもう違う要素でキーになってるとか、例えば落下昆虫をねすごい特殊に食ってるような場所であればここにねこう木があって、でこう水動いてないけど落下昆虫を狙いに来てるやついるとかね、そういうパターンもあるので、まあ一概には言えないんですけど、そういうね要所要所でポイントを絞っていくのがまあ手かなと思います。で流れ込みっていうのもやっぱりねこう冷たい水っていうのはこの6月、まあ、7月の、ね、頭ぐらいとか暖かい雨がどんどん降る前っていうのは結構嫌ったりするんですよね。いたとしてもこう本当に餌を食うモードではないとか、口を使ってもショートバイトだったりとか、まあ、そういうところが結構多いかなと思います。まあ、この辺はね本港の水とこれがどういう差があるのかとかをちょっとまあ把握してみるっていうのも結構手かなと思います。であとはね、まあ、やっぱりさっき言ったこのじゃあそのでも結局やっぱりここってこう餌が流れてきたりとか栄養の高いね水が流れてくる可能性は非常に高いので、そういうところに対してこの直にはちょっと居づらいけど夜のねこの辺で待機してて餌を狙ってるとかね、そういうパターンもあるので、まあそういうところは要チェックかなと思います。で梅雨が明けたらサマーパターンですよね。今までこう釣れなかった良さげなインレットとかもしっかり刺してくると思います、こういうところに。なのでその辺はねもう状況の変化というか梅雨が明けたりとか夏にこう移行してるなって感じを感じたらしっかりこの辺ね意識してやってくれるのもいいかなと思います。もちろんシェードが絡んだりとかもそうですよね。あとはねフィールドによって青子っていうのも発生してきます。まあ僕が行くところも青子もちらほら出てるんですけども、青子があるポイントっていうのは非常にねその狙う上でその騙せる要素になるけど釣れる要素としても反応したりする可能性もあるんですけれども、そちらね前回ねちょっと青子について詳しく動画にしてたりとかコメントでねすごい参考になるねコメントいただいたりしたので、ぜひそちらの動画リンクに概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらを見ていただけると、もし自分の通われているフィールドの青子があってちょっとなんか釣れるよくわからないなっていう人はそちら参考にしていただけるといいかなと思います。まあ基本的にやっぱ大枠に考えて狙えるポイントっていうのはもう何かしらのストラクチャーフィッシングっていうのはブラックバスフィッシング、パワーバスフィッシングってそうなので、基本的にどういうポイントでもいいけど、それにプラスして水の動きがしっかり埋もれるようなところをしっかり狙っていくのがまあ鉄板かなと思います。
はい、で最後にねこちらルアーアクションというところですね。まあ、結論から言うとかなりね幅広いルアーで釣ることができる時期なんですが、まあ、夏がね来るまでは結局アピールの強いルアーっていうのが結構効果的かなと思います。まあ、ボリュームがあるものだったりとか、できるだけシルエットもしくは強波動系でねしっかり気づかせて活性の高い魚を狙っていくのがいいですね。もちろんね、さっきの狙うポイントに関してもそうですけど、こうしっかり水が動いてるよとか活性が高いよっていう可能性がいる魚に対して、強めでね寄せて食わせるとかね、そういうことも全然可能だと思います。もしくはこう両極端なフィネスな展開でも要所要所ではありかなと思います。このスポットに対して例えば流れ込みにも流れに乗せてそのドリフトさせてね、まあその流れドリフトっていう流れに乗せることなんですけど、乗せてあげてしっかり送り込んであげるとか、まあそういうアプローチもねしっかり魚にとってプレッシャーかかっているところだったら口を使わせる要素にもなるし、このまあどう判断すればいいのかっていうのはアフターユーのねフィールドの季節感で場所であればフィネスって言ってもいいし、そうでなければアピール力の高いルアーを使っていくのがまあいいかなと思います。この辺の判断まあ難しいとは思うんですけど、まあフィールドに立ってみてなんかまだちょっとアフターっぽいなと思ったらテストを狙ってみるとか、でそれがちょっと違うなと思えばちょっと強めのルアーでね、あのボリュームのあるものでしっかり強さで見せてあげるとかいうのもいいですね。だもちろんね濁りが発生するなども結構その理由の一つなので、濁りが発生してしっかりインパクトのあるものを使ってあげることで魚にとって見えやすくする、とか波動で気づかせてもらえるっていうことをね判断の材料として使っていくとルアー選びのねコツになるかなと思います。まあ、基本的にねこの時期ってトップの反応がかなりいい時期なんですけれども、トップオーダーね表層系なんですけど、個人的にはねこういまいち今年やっぱその雨がガーンと降らなかったりとか空梅雨だったことによってなんか活性の、ね、ダウンにつながってるような気もするんですよね。もちろんねあのいろんなフィールドでトップですごい出してる人多いですけど、僕の海フィールド結構トップの反応が異常に悪くて、やっぱそういうところで変化してるんじゃないかなと思います。なんで、ね、こういうところでこう季節の活性のダウンだったりとか季節の進行の遅れとかってあると思うので、それも判断材料していただけるといいかなと思います。で結構フィネス寄りに展開していくと割と魚触れたりとかしたので、まあ、そういうねこう判断基準というか選ぶ基準というのも必要かなと、はい、思います。まあ、もちろんねフィールドによってねこう差はあるので何ともなんですけど、皆さん通っているフィールドでそのあたり予想していって釣っていくのがベストかなと思います。まあ、このあたりね、ルアーのちょっとどんなルアーがいいのかってところは、また別の動画でね、おすすめのハードルアー、おすすめのソフトルアーね、毎月ちょっとやらせていただいてるんですけども、そちらの方でね、ちょっと詳しく解説していこうかなと思います。なので、今回はね、大枠のお話になりますので、まあ、ちょっとご了承ください。はい、今回はね、こちら7月のね、バス釣り、まあ、梅雨とか、まあ、初夏、まあ、アーリーサマーなんですけど、ちょっとね、今年やっぱなんか違和感を感じるというか、まあ、そんな感じのちょっとお話になりました。まあ、なかなかね、ちょっと絞りにくい季節ではあるし、状況判断をね、変化をしっかり把握すれば、いい魚にたどり着ける可能性があるかなと思います。その判断がね、できなければ難しかったりとか、うまく決まらなかった時って本当に全然釣れなかったりするんですけど、逆にそれがうまくはまれば、しっかりいい魚にたどり着けると思います。もしね、今回の動画ね、こうもう一度見ていただいて、あ、ここでこういうところを今意識すればいいんだなとか、あ、ここでね、こういうところをちょっと考えて、ルアーのアクションの質を考えてあげたらいいんだなっていうのをちょっと選んでいただいて、何かこうね、少しでもひらめきにつながることを願っております。何かね、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。